臨界事故、臨界事故、臨界事故、クリティッキャロティアクシデントとは、意図せずに、核分裂性物質を臨界させてしまい、つまり、核分裂連鎖反応が起きている状態にしてしまい、大量の放射線や、大量の熱を発生させてしまう事故のこと。濃縮ウランやプルトニウムのような、核分裂性物質の扱い方を誤り、意図せずして、核分裂連鎖反応が起こってしまった事象を指す。 臨界事故によって放出される中性子線は発生場所の付近にいる人間にとって極めて危険であり、またこの中性子線によって発生場所周囲の物体が放射能を帯びてしまう原因となる。各分裂反応の発生を前提として作られている原子炉の炉心や実験施設の外で臨界事故が発生すると発生場所から数十メートル以内にいる作業員は重傷。 または死に至る高い危険にさらされ、また発生場所の付近には放射性物質が放出される危険が生じる。ただし、こういった事故では、核分裂性物質の密度が比較的小さいことや核物質が臨界量に達するまでの挿入時間が長いため、核分裂周率や最大出力が抑えられ、核爆発にまで至ることはない。核分裂反応の臨界状態は、 金属のウランやプルトニウム、あるいはこれらの元素の化合物や溶液で起こりうる。物質の同位体組成や形状、化学組成、溶液か化合物か合金か、複合材料か、また周囲を取り囲む物質の種類など、あらゆる条件が、その物質が臨界に達する、すなわち連鎖反応を起こすかどうかに影響する。臨界量の計算は複雑になるため、 核分裂性物質を取り扱う施設は民間でも軍事施設でも一般論を言えばそのために訓練された臨海管理者を置いて危機を監視し臨海事故を具という規則になっている。だが必ずしもそうした規則が守られているわけではない。東京電力や経済産業省などのレポートでは2007年現在までに日本で確認されている臨海事故は 各物質処理施設における事故と研究用原子炉で起きた事故に分けられる。前者は一般に臨界が決して起きないように管理された環境で起きた事故であるのに対して、後者の場合には臨界状態は原子炉内で人為的に常時起こされているものの何らかの理由でこの臨界状態が制御されない状態に陥ったものである。またこれらとは別に2007年には 日本の商業用原子力発電所で1978年と1999年に臨海事故が起きていた可能性が高い子が明らかになっている。臨海事故は核兵器の関連施設と原子炉の両方で起きている。以下に主な事故の例を挙げる。国名は事故当時のもの。1945年以来少なくとも21人が臨海事故で死亡している。 内訳はアメリカで7人、ソ連で10人、日本で2人、アルゼンチンで1人、ユーゴスラビアで1人である。これらの内9人は核物質処理施設での事故で、残りは研究用原子炉での事故である。ほとんどの臨海事故ではいわゆる青い線香が観察されている。これは臨海状態に達した核物質の周囲の空気が強い X 線、またはガンマ線。 または水中などの特殊な物質の中では、β 粒子などパルスによって電離されるために生じるものである。この青い光についてはしばしばチェレンコフ放射であると誤って認識されることがあるが、実際には空気、ほとんどは酸素と窒素に含まれる電離した原子、または冷気された分子が、規定状態に戻る際に放出する青いスペクトルの光によるものである。これは、 空気中の電気の火花や稲妻が青く見える理由と同じである。チェレンコフ光の色と電離した空気が放射する光の色が全く異なる物理過程によるにもかかわらず非常に似ているだけであり、それ以上のものではない。チェレンコフ放射は家電粒子が有電体の内部をその物質内での高速よりも早く進む時に放射される光である。臨界事故。 すなわち核分裂反応の過程で生成される家電粒子はアルファ粒子、ベータ粒子、陽電子と高エネルギーのイオンに限られる。全三者はすべて核分裂反応で生成された不安定な娘各種の放射性崩壊によって生じるものであり、後者の高エネルギーイオンは娘各種そのものである。これらの粒子のうち空気中を数センチメートル以上にわたって進むことができるのは ベータ粒子だけである。空気は非常に密度が小さい物質であるため、その屈折率およそ n イコール1.0002926は真空の屈折率に比べてごくわずかしか大きくない。したがって空気中の光速度は真空中の高速度 c に比べてパ0 0ン3小さいだけに過ぎない。ゆえに、 各分裂性生物の崩壊によって放出される β 粒子がチェレンコフ放射を生じるためには β 粒子は真空中の高速度の99.97%以上の速度を持たなければならない放射性崩壊によって放出される β 粒子のエネルギーは120メブを超えることはなく B の崩壊で生じる β 粒が20.6メブで最もエネルギーが高く ついで NA の1 7 9メ e が続く、また β 粒子が C の99.97%まで達するのに必要なエネルギーは2 0 3メ e なので、核分裂の臨界によって空気中でチェレンコフ放射が起きる可能性は実質的にはない。青い線香の大部分をチェレンコフ香が占めるような唯一のケースは臨界が水中、または 完全に溶液、再処理プラントの硝酸裏にいるなどの中で起きた場合で、このような光を見ることができるのは、溶液の容器が開いていたか、透明だった場合のみである。臨界事故の際に臨界に達していた物質の近くにいた目撃者の報告の中には、臨界状態に達した時に熱波を感じたという報告がある。しかしこれについては、 臨界状態が起きたことを知った恐怖による心因的な反応なのか、それとも実際に臨界状態の物質からのエネルギー放射によって物理的な加熱の、または皮膚の熱感覚をつてる神経が比熱的な刺激を受けた効果があったのか、明らかになっていない。例として、1946年のルイススローティンの事故約 3X10 回の核分裂を伴う、 終日上昇事故では、皮膚の温度を数分一度上げる程度のエネルギーしか放出されて、いないは、プルトニウム級の中で瞬間的に放出されたエネルギーは、約8 0ールで6 2キログラムのプルトニウム級の温度を約摂氏100度まで上昇させられるほどのもだった。プルトニウムの比熱は 0.13jgk である。よって、プルトニウムの温度はごく近い距離にいた場合には、 熱放射によって熱を感じるほどの温度に達したと考えられる。しかしこの説明は臨界事故の被害者たちが述べている熱的効果に対する説明としては不十分に思われる。なぜならこの時プルトニウムから数フィートも離れていた人々も熱を感じたことを報告しているからである。あるいはこの熱感覚は単に強力な放射線にさらされたことで皮膚細胞の物質が電離されて フリーラジカルが生成されたことによる細胞レベルでの皮膚の比熱的な損傷による火星もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。